こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。テンバーアカデミーでは、成果報告のチャットを、ご用意しています。これ、希望の方はですね、メンバーに加えさせていただきますので、おっしゃってください。30日で、2500ドル突破すると、6ヶ月目以降の会費をですね、27,500円から16,500円に減額させていただいてます。その時にご報告いただく。あるいは定期的にご報告いただいている方もいらっしゃいます。売上とね、何をやっているというのを、ご報告いただければ、うまくいってないのか、うまくいってるのか、それが非常にわかりやすいですし、うまくいってない場合は、状況を聞かせていただいてですね、こういうことをやるといいんじゃないかというような、アドバイスをさせていただいてます。で、定期的に報告いただいている方はですね、やっぱり売上、上がりやすいです。利益が上がりやすいです。これね、毎週ご報告いただいている方、結構売上上がってきてます。それとですね、最近、カート取得の要件がですね、ちょっと変更になってます。割と、セラーセントラルでバグが出たり、あるいは在庫の、管理をね、きちんとできなかったりっていうのが、バグが出てるんで、バグが出てるってことは何かいじってるってことなんですね。で、それに前後して、やっぱりカート取得の要件が変わってきてます。そのせいでですね、売上が上がりましたとおっしゃる方もいらっしゃいます。逆にちょっと売上落ちてますという方もいらっしゃいます。その売上上がった方と売上落ちてきてますって方の違いを比較してですね、こういうふうに変わったなというのが、ある程度分かってます。で、その通りやっていただいてると、成果出てますんで、ちょっと最近ね、調子悪いなという方は、ぜひ、ご連絡ください。サポートさせていただきます。スカイプサポートで、一回話をして、あとはチャットでね、その通り進むかどうかチェックしていただければ、だいたい、元に戻ってます。で、元以上に伸びてる方もいらっしゃいます。で、今回このね、16,000ドル、いただいた方、ご報告いただいた方は、ちょっとね、最近利益率の、高い商品が、競合に負けてるというのをいただいて、最近の傾向をお話ししたところ、利益率戻ってきましたという嬉しいご報告をいただきました。何しろ、もう皆さんのね、サポートしてる中で、どういうふうに変わったとか、こういうやり方をすると利益伸びにくいと、こういうやり方をすると利益が出てくるというのはね、ある程度つかめてますんで、ただそれをね、一般論としてこうですというと、誤解して取り組んだり、あるいは、なかなか一般論だと、具体性がないのでうまくいかなかったりってことが多いです。そういうことがないように、個別にサポートしてますんで、せっかくなんでですね、チャットワーク、あるいはスカイプサポートの方は有効にお使いください。お話をして、それ実行していただいて、それでも全然効果がなかったという方はね、まず滅多にいらっしゃいませんので、売上とこういう状況ですと、もうちょっと売上伸ばしたいとかいう形でご報告いただければと思います。ご相談を、ご報告お待ちしてます。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。